ボリス・ベレゾフスキーは、モスクワ出身のロシアのピアニスト。モスクワ音楽院で名教師、エリソ・ビル・サラーゼに支持した。1987年、リーズ国際ピアノコンクールで4位入賞。1988年、ロンドンのウィグモア・ホールにてデビュー。タイム氏は彼を、非常に優れた有望さのある芸術家であり、目も眩むような高度な技術と異形の念を起こさせる。 力を持った演奏家だと評した。1990年、チャイコフスキー国際コンクールで優勝。2005年、パリのシャンゼリゼ劇場で初のソロリサイタルを開く。2006年、同所でフランス国立管弦楽団と共演。2007年、ルーブル美術館で7連続リサイタル公演、カルトブランシュを行った。リストやシューマン、メトネル、ラフマニノフ。 ハチャトリアンなどの録音がある。フランツリストの超絶技高練習曲、全曲連続演奏の動画がインターネット上に出回り、一躍有名になった。また、この時の演奏は非常に評価が高い。ありがとうございます。